こんにちは、カンヌです。今日もですね、オリジナルタオルを作る時のワンポイントアドバイス、これをですね、させていただきたいと思います。ですね、実はこのタオルよく皆さんご覧になったことあると思うんですけども、これはね、ナイレタオルっていうものですね。で、年末から年始にかけての挨拶回りにね、お得意先に持って行ったりとか、っていうのに、まあ、こういったタオルを手持ち無沙汰に持って行ってですね、お土産に持っていくっていう、このナイレタオルなんですけども、あんまりね、この頃、こんな持って行ってもって思う方が多いと思うんですけども、実はね、このタオルっていいところはすごく吸水性があるんですね。吸水性がで、よくコンサートなんかライブ会場で売ってるタオルに比べると、このタオルは水の吸いがすごくいいんですよ。ペッとこうやるだけでペッとこう吸っちゃうと。ということはどういうことかというと、年末の大掃除であるとか、お掃除にはもう持ってこいなんですね。で、これが一番だから使いやすいタオルなんですね。なので、本当年末とか年始の挨拶で持っていくっていうのは一番この適している商材なんですね。適している商品なんです。なので、もし、またそういったことでなんか挨拶回りの時に手持ち無沙汰なんでなんかないかなということであれば、このタオル、この 年末年始のナイレタオルというのもね、一つ頭に入れておいていただくというのがね、いいかと思います。利点はすごく吸水性がいいので使い勝手がいいです、これが一番の特徴ですね。もしまたわからないことがありましたら、この後のフリーダイヤルの方からまた、かけてみてください。よろしくお願いいたします。